箱の中行くの最高じゃん。ゴーランのテンションですよ。バイク乗りたくねスカノマラトの応援が始まった。どうしたどうした、みんなして急に。バイクは出ていいんだね。車はまだだけど、これはどっちに出ればいいんだ。やべえ、こっちかな。出口がわからん。こっちかな。とりあえず出ましょうか。高松さん、なんか今日お祭り、いやなんかでかくね。高松なんかでけえな。いや、うどんをひたすら食ったことはあるけど、高松駅に近づいたことあったっけ俺。ないんじゃないか。とりあえず出ましょうか。高松祭りじゃなくて、なんかサンポールなんとかだってフェスが、なんかオイル、ニューゼラルの入りが悪いね。なんか夜フェスみたいのがこの、あるらしいんだよね。せっかく降り立った高松港でそんなのやるんだったら、行ってもいいけどな。え、ほんと申し訳ないけど、とりあえずうどん食おうよって感じじゃない？よくわかんないけど、とりあえずうどん食わないみたいな。とりあえずうどん、1回じゃなくて何回か食いたいじゃん。ちょっとね、眩しくて見えねえんだわ、ナビが。いや、今日何も決めてないんだよ。だってさ、俺本当はフェリー、バイクごと直島に行けるフェリーって、その岡山の宇野港からしかないと思ってたんですよ。そしたら高松にもう行けるって書いてあったから、じゃあ渡っちゃおうぜ。今来たばっかだから大きくプラン崩れてんだよ、これが。下のアームカバー、あと 1.3 キロとはいえアームカバーしたいぐらい、日光アレルギーが。え、なんだったら神戸から高松もバイクでフェリー行けるらしいっすよ。日陰ありがて。バター釜揚げなんちゃらっていうのが人気らしいんだけど、俺釜揚げのうどんの食い方よくわかんないんだよね。なんか お湯に使ってるやつでしょ。あのお湯をどうすんの、よくわかんないんで。もう冷やしでいいんじゃないか、冷やしのかけでいいんじゃないか。もう他の店はでも冷やしかけは食えるんだから、バター食っとけばいいんじゃないかとか、いろんな今複雑な思いがありながら。あれうどん屋さんじゃないの、違う。あ、うどんバーカー一台、お客様駐車場って書いてあるじゃん。いや、入る直前まで暑いしね。その釜バターとか俺よくわかんないからやめとこうと思ったんだけど、でも釜バターなんて他の店は多分やってないかもしれない、よく知らない。あ、やって定番なのかな、ちょっとわかんないんだけど、うどんのこと。せっかくだったらその釜バターで人気が出てるお店だったに行ったんだったら釜バター食っとこうかっていう、今を大事にしました、自分の食べたい欲より。いや、俺うどんよくわかんないのよ、語れる立場にないんだけど。いや、あれ釜揚げだぶっかけだとかよくわかんないんだよな。だから多分雪りを思いっきりやったわけじゃない熱々の茹でたうどん、熱々のやつに黒胡椒とバターが乗っかってて、で卵、生卵をついてきて、でこれ多分バターを溶かしながらよく絡めながら混ぜて、で生卵を溶いて割って溶いて入れて、卵を くるくる多分トロ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 って熱持ってるから多分とろみがつくんでしょうし、で多分混ぜて、でなんか醤油もつけますね、だし醤油つけますとか言ってもらったんですよ。だから多分味付けは醤油、だし醤油でつけんだなと思って。意味わかります、ちょっと俺の説明が下手なんだよ。お土産用の全国発送もできますよ、バカ一台うどんも飛ぶように売れてました、怖えよ。
俺が店に着いた時に前に並んでる人が3人ぐらいだったんだよね。いや美味しかったです、美味しかったですけど、最初食べ方が分かんなくて、その醤油は何に使うんだろうと思ったら、自分で味付ける感じだったんだよね。あ、そういうことと思って、どれぐらい入れていいか全く分かんないからさ、醤油、だし醤油って言われても、ただの醤油とは違うみたいで、だから少しずつ少しずつちょっと入れてはたっと食べて、ちょっと入れてはちょっと食べてっていうのをしばらくやってたんですよ。意外と強気に濃いめの味付けにしたら美味しくなりました。最初は意外とぼやっとしてて、んなんかあんま美味しくねえぞ、これがみんな絶賛してるわけって、そんな大人気なのって、おひれついてんじゃねえのって思ったんだけど、だし醤油をね結構自分の好みまで強めにね濃いめにしたら、あ確かにね、カルボナーラじゃないけどブラックペッパーも効いてて、あこれも美味しいかもと思いました。まあでも結構熱かったっすね。カルボバターもありだと思います。でもね、次はもう冷やしで、オール冷やしていこうかな、もう暑いから。美味しかったです、満足しました。でもね、やっぱうどんツーリング超楽しいから、前回やって超楽しかった。やっぱうどん食わないし、カルチャーショックっていうか、全然まだまだ行きますよ。月あらば食ってやろうかなと思ってます。でもとりあえず行くあてがないから、なんか中途半端じゃん、この4時ぐらいにさあって言われても、あともう何時間かで日没が迫ってくる、夜が近づいてくる中で、そんながっつり今からツーリング行けねえし、がっつり行ったとしたらもう帰ってこないじゃん、こっちには。でさっき言ってたそのフェリー乗り場のすぐそばでやるお祭りフェスみたいの、そんな面白そうとは思ったわけじゃないんだけど、たまたまさ、家を出た時には高松港にフェリーで降りるなんて思ってなかったからさ、バイクのフェリーがあるって知らなかったから、いざ、あ、行けるんだ、じゃあ高松で降りようぜって降りてみたら、その港でその日に夜からお祭りがあるよって言われて夕方に着いたんだったらさ、そういうタイミングを重視しようかなと思って、行きたさとかよりね、ちょうど30分ぐらいの距離に五色台展望台っていうのが高松のちょっと走ったところにあるみたいで、さっきの市街地から、だからその展望台ちょっと見に行ってのんびりしたり、どっか寄り道してもいいからっていう俺の感覚かな。今日8月3日でもう終わるじゃん、あのツーリング的にはさ、そろそろね。で6日のお昼のフェリーに乗って帰るんですよ。3日土曜、4日日曜、5日月曜か。だからあと日月とフリーなんだよね。そうで、2日間で四国4県回ることも、まあ今日残りまだあるから、でフェリー乗る前の数時間も朝まだあるから、やろうと思ったらできるんですよ。それはもう同じことしてもな、四国巡ったことはあるわけだから、今回は絞ってもいいんじゃないかなとか。で徳島で真っ暗闇の坂道で余裕こいてたら、人生初めて立ちこけしてちょっと肩を痛めてほとんどツーリングせずに帰ってきたんだよね、うん、だから俺の中では徳島に結構時間を割きたいのよ。だから今回はむしろ徳島をがっつりやりた方がいいんじゃない。俺の心残りが少しそこにあるからさ、徳島もっと回りたかったな、回れなかったなって思いが強いのよ。他の県はもちろんいっぱいあるんだろうけど、そんなに言ったらキリないから、だから今回はそういうのもありかな、どうしようかな。だから明日うどん、いやうどんは同じことなんだけど、うどんは絶対食べたいのよ。ツーリングっていうよりは観光に割り振ってもうちょっとしろうかなとか、下手したら高松駅周辺に泊まってもいいぐらいだもん。フェスから一番遠い男なんだよ俺。そうで、いやー俺のフェスのイメージね、勝手な、申し訳ないけど、音楽フェスみたいな、なんかビール、いろんな外国の いろんな味のついた透明のカップのビール、いろんな色のビール片手ね、いやーっつってサングラスかけてていやーって踊ってこう、ふぅーみたいな、こんな感じ。いや一見俺そうっぽいね、全然違うんだよ、一番遠いんだよ俺。なんかもう知らない人とでも、いやもう今日ちょっとでも話長くなったら、フィーリングあったらもう友達じゃんみたいなイメージ、フェスもうみんな友達じゃんみたいな、楽しく行こう、ノリノリみたいな。何のノリなんだよ、鬱陶しいんだよ距離感保ってよ、近寄ってくんなよ、半径 1.5 メートル以内に勝手に入ってくんなよ、パーソナルスペース教えてやろうかお前。フラフープ、でっかいフラフープ常に俺身の回りやって、物理的にパーソナルスペース見せつけてやろうかお前。お前が入ってこいとしたらボヤモンだぞくぐって下から入ってくんなよお前。
話しかけんな話しかけんなってぐらいの感じの基本がねでもそういう自分の殻を破ろうかな。フェスで友達作っちゃおうかな。一期一会のもう二度と会わない、その日だけ乾杯するだけの友達、飲み友作ってこようかな飲み友、飲み友一人もいねえんだけどあいだあいだ尻がいて、まあ、島々が浮かんでてさ、漁の船がポンポンポンって浮かんでる感じがいいよね。漁師さんからしたらグワーってやってるんだろうけど、引きで見るとさ、スーンってしてていいよな。よくわかんねえと思いながらあれ待ってたんですよ。8時台の暗くなってからもやるけど、6時半にも1回やるっつって、暗くなったらあれがまたねオレンジ色とかになるらしいから、それを待ってみたかったんだけど、俺やっぱフェスに合わない酒飲んでイエーイみたいな、みんながわちゃわちゃわちゃフードフェスみたいな、この雰囲気が合わなくて、俺無理だわ帰ろうかなと思ったんですけど、6時半にもやるっていうか一応待ってたんですね。思ったよりすごかった。何これ、これ何、あ、これが高松駅、でっか。町の近く探してもいいんですけどね、実はバイクあんまり、やっぱ島に渡るとあんまりバイクで走らないから、暑さであちーとはなったけど、バイク乗っててずっと暑ーってなってるわけじゃなかったから、意外とまだ元気で頭もすっきりしてるんですよね。だから夜通し走ろうと思ったら走れるんだけど、例によって快活クラブが毎日行ってんだけど、例によって快活クラブがね、あと24キロ先にあるんですよ。もうねすっかり日も落ちて、フェスもちらっとだけ美味しいとこだけ味わって、なんかもう街の資格を探す元気がねえんだよな本当はねお金取られちゃったからね、少しでもねお金なくなっちゃって安くしなきゃいけないんだけど、それで心折れたっていうかね、もういいんじゃねって気持ちがありますでも香川って結構ちっちゃいね、多分県が。それ悪く言ってるわけじゃなくて個性じゃないですか。なんか無駄に広いより良くないっていうとディスってるみたいになる、ね、そういうことじゃないんだけどね、広いところ悪く言ってるわけでもないんだけど、広くったってさ、あ、ないない県じゃん、おう、一緒じゃんって言ったって全然もう離れてたら同じ地元って感じしなくない？まあまあ、ちょっと適当に走って、ちょっとコンビニ行って、ちょっと冷たい飲み物でも飲んで、多分ね、まあ来た行くと思います。